束は変わり続けている。審判は変わり続けている。昔からのルールも出来たてのルールも意外に従う。
の人の写真みんな捨ててしまったはずなのに、それはもう黄ばんで落ちまっていて、泣き顔か笑い顔かわからない、あの人の思い出に火を通って、明日と次待つ、もうすぐ88夜、もうすぐ暖かくなる、もうすぐ88夜、もうすぐ幸せになる。あの人の視点は遠くで懐かしさが話しかける、本当はこの人に手を引かれ、一緒の人生を歩きたかった、昨日までのあの人を忘れられないのは私の弱さでしょう、よく気がついたんですけど、適当に歌ってた。